夏の時点で一応武田塾的には毎回なんて言ってますか、夏の時点でどうすりゃいいみたいな。夏の時点で志望校よりも、ワンランク下の大学に、合格できるレベルまで持っていく。そうですね。しゃあ今の関東ですね。武田塾チャンネル。まあ、時期的に、これ、まあ、ちなみに収録6月なんですけれども、まあ、みんなが気になるであろうって実際質問されてますね、よくっていうネタがあって、何かっていうと、夏の過ごし方。夏、受験の夏。受験の夏。あ、辛いな。まあ、やっぱいろいろ気になると思うんですよ、はい、その夏どう過ごしたらいいかっていうのをまず今回やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、夏の過ごし方なんですけれども、最初に話す内容はですね、受験において夏の役割って何なのっていう、受験の夏の役割。そうなんですよ。何ですか夏って。よくさ、やっぱ受験は夏が大事だとか言われるわけじゃないですか。いや、言いますね。先生もあれ言ったらいいと思ってますからね。はい、まあ自分たちも夏は大事だと思ってるじゃないですか。まあそうですね。だけど、はい、夏に受験があるわけじゃないでしょって話なんですよ。そうなんですよね。もうあと半年あるやんみたいな。そう。はい、だから、多分、なんていうか、直前期の大事さと夏の大事さってちょっと違うじゃないですか。違いますね、寝ててもいいんじゃないですか。いや、それはダメでしょ。あ、それダメなんですね、はい。いや、だけど、はい、簡単な話、入試でよかったら別に寝てもいいと思うけど。なるほど、確かに、だからそうもいかないじゃないですか。ふざけました、はい、すいません、はい、そうすると、はい、夏をどう使うのが、うん、その直前期に間に合わせるためにはいいのか、要は、今言ったように、夏に受かる人は多分いないわけですよ、なかなか。そうですよね。夏の時点で第一志望に受かってる状況には持っていけないから、じゃあ夏でどういう状況まで持っていけばいいのかっていう、話で、あの受験においては、夏の時点で一応武田塾的には、毎回なんて言ってますか、夏の時点でどうすりゃいいみたいな。夏の時点で、志望校よりも、ワンランク下の大学に、合格できるレベルまで持っていく。そうですね。しゃあ今の関東ですね。これが一つの目標として設定してますよね。はい、つまりですね、あの秋以降、まあ、直前期とか、要はその追い上げの時期に入ってくる、まあ、要は時間がなくなってくる時に、志望校のレベルで演習がしたいわけですよ。そうですね、ってことは、秋に志望校に入れないといけないじゃないですか、そうですね。その下地を夏で作ろうっていう話なんですね。確かに確かに、だから、そのスタンダードの目標というか役割としては、その受験生としてのこう、勉強頑張る下地をこう作り上げて、直前期とか秋に突入するためのこうスタートを決めるっていう、そうですよね、スタートダッシュというか、そのなんだろう、全力疾走の段階にこう持っていく、ギアをこう上げていって、全力を出せるように、こう準備する段階。そうですよね、まあ、本当もうなんか体作りは終了みたいな感じですね。つまりその基礎とかの知識全部入れ切って、よし、じゃあこれから戦うぜみたいな、そうなんですね、もう武器も戦うぜ時の、まあ武器をもう全部身につけるっていう感じですよね、で、そこまで頑張ろうとしてどこまで終わるのかっていうのを把握する、要はその時点で夏の時点である程度、自分がどこに受かるのか、この時点今まで行くとっていうのを見えてくるじゃないですか、見えてきますね。それを、自分が行きたいところに間に合わせるために全力で動く時期、これがまあ夏の役割かなと思うんですよ。なるほど、そうですよね、まあ、時間がない現役生も、まあね、いつも通りな受験、あの浪人生も、まあ、どちらもやっぱりそういう時期ですよね。そうですね、ではそんな夏の役割なんですけれども、では次はですね、まあ、具体的には目標、さっき言ったように志望校ワンランク下といろいろあると思うんですけど、その目標を到達するために夏の間にどういう目標をまた細かく立てていけばいいのかみたいなことをちょっと話していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。武田塾、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、大学別の対策動画、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へー、ですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おそこですね。そう、どこだ、あそこか、で、さらにね、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、昔からやつあるじゃないですか、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、お、すごいですか、お、はい、
ぜひね、武田チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はいはい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。